はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。元、公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、今ね、あの、日本のプロ野球では、絶賛 CS ファイナル熱戦中、みたいなね、えー、感じだと思うんですけどもお、まあね、セリーグもね、パリーグもね、えー、もう、阪神とオリックスがですね、もう、トツでね、ペナントレース優勝したので、 もうこれ CS やらんでもええんちゃうんっていうね、感じのね、風潮があるんですけども、これ逆の立場だったらね、もう阪神がもうギリギリの2位とかね、ギリギリの3位やったらね、もう絶対 CS やってほしいってね、まあ言いますからね、まあオリックスもまあ逆にね、2位だった場合ね、まあ CS やってほしいってね、まあ思うかも、思うと思うんですね。まあだからまあ立場変わればっていうね、 え、感じなのでですね。まあ、この CS でみんなのね、賛否両論ありますけども、まあね、えー、また盛り上がれるからね、まあ、私はい,こいいことかなと思うんですけどもね、やはりね、まあ、日本シリーズはですね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、関西対決をね、見たいなといったところですかね、ということで。えー、今日のね、お話はですね、皆さん、ネズミ。ネズミに、まあ、どんなイメージがありますかで、このね、ネズミっていうね、名前の由来はですね、人が寝ている間に食べ物を盗むので、 ね、墨、ね、寝るときに取るって言わてね、寝みからネズミの名がついたというふうに、まあ言われているということで、まあ泥棒として、まあ嫌われてるっていうかね、なんかあまりね、あの衛生的にあまりよろしくないところにたくさんね、いてね、まあ,あとネズミこうとかね、いう言葉もあ,り、まあるように、あんまりね、まあいいイメージがないかな、みたいなね、まあ、感じやと思うんですけども、おまあこのね、今日ね、取り上げるネズミ、 あのね、ヒーローラッツって言われてですね、もう世界中の注目を浴びている、もう世界的に賞賛されている、まあ、ヒーローラッツについてで,ですね、ちょっとあの、ご紹介したいなと思うんですけども、このね、ヒーローラッツっていうね、どういうものなのか、どういうネズミなのかというとですね、これはですね、えー、地雷処理班として特別に訓練を受けた、 ネズミのことをですね、ヒーローラッツって言うんですよ。はい。これね、どういうことかというとですね、え、ま世界中にね、やっぱりこの紛争とか戦争とかね、ま爪痕が残っておりますよ。で、それでね、え、ま時代を埋めてですね、ま敵軍が来た時に、まガシ止めじゃないですけども、まそういった感じでですね、ま世界中にね、ま日本はね、まぁほに幸いにもまそういうことはないんですけども、おぉ、ところしとですね、ま時代が埋まっててですね、 もう外で子供たちが遊べないっていう地域がですね、まあ、世界中にはたくさん、まあ、あるわけなんですね。で、このヒーローラッツ、まあ、特別に、えー、この訓練を受けたネズミですけども、おアフリカに住むですね、えー、アフリカ鬼ネズミ、えー、中央アフリカに生息するまあ大型のネズミで、だいたいね、体重は 2, 2キロ弱ぐらいで、えー、体重が7 0ンチということで、まあ、非常に大型のまあネズミなんですけども、まあ、非常にあのね、目は悪いんだけども、まあ、非常に、非常に嗅覚が 優れているネズミがあるんですね。で、このね、ネズミのこの嗅覚を利用してですね、えー、アフリカ鬼ネズミのね、TNT、えー、TNT 火薬、まあ要はその爆弾の火薬を嗅ぎ分けられることができて、地中に埋も,埋もれているね、地雷を探すのにね、うってつけなんですね。まあそこに、ええー、まあ目をつけてですね、えー、非営利団体の アポポと呼ばれるね、団体がですね、このネズミをですね、地雷処理班として、訓練させて、この地雷処理に活躍してもらおうということをね、考えたわけなんですね、うん。で、このね、ヒーローラッツっていうかね、特別な訓練を受けたネズミがですね、あの地雷処理をするとですね、200平米をですね、えー、探査して、 30分間、30分で200平米の時代を除去していけるんですよ。ま、200平米ってどれぐらいかというとですね、ま、大体テニスコートのシングルコートぐらいの広さですよ。それをね、30分で調査できると。ま、その同じね、広さをね、人間が調査するとですね、もう4日ぐらいかかると、いうふうに言われてるんだけども、このね、ヒーローラッツアフリカオニネズミを利用してですね、そうするとね、もう30分で200平米をですね、 調査できると、まあ、いうことなんですね。で、まあ、訓練を受けた犬とかもね、利用されてるみたいですけども、費用がかかるしね、輸送も簡単じゃないんですよね。そう,そういったところから訓練を受けて、各地のね、その戦火の後行ったら時に、えー、処理するとですね、まあ、輸送も馬鹿にならないし、結構コストもかかる。でもね、ネズミだとですね、まあ、体も小さいですし、えー、いうことで、 まあ非常に今利用されていると。で、どんな訓練するかっていうとですね、えー、9ヶ月の訓練で、ここまでになってくるんですよ。で、このね、アフリカオニネズミですね、まあ、ネズミにしては寿命は長いんですけども、8年しか生きることで、毎で8年ぐらいなんですね。で、生まれてからね、もうすぐ、もうすぐ訓練するんですよ。 うん、で人間との関わり方を学ぶために、生まれてすぐに訓練を始めるということなんですね。で、ネズミはですね、言葉による指示には反応しないので、まあ、カチッっていうね、まあ、クリック音とか、まあ、そういった音がしたらご褒美の餌をもらえるというふうにして、まあ、トレーナーとネズミにこう、教え込んでですね、こう密接な環境を築いていくということなんですね。で、最後ね、そういった、まあ、匂い嗅ぎ分ける、嗅ぎ分けられたら餌をあげるみたいなね、まあ、そういった感じで訓練していくわけです。まあ、条件付き、反射とかね、まあ、条件付き学習とか、まあ、言う、そういう,うに。 まあ、生物学的用語であるんですけども、でそれを訓練できたら、まあ、最後の難関があるんですよ。えー、2割掛け分けることができたら、次に、えー、ネズミにハーネスを装着させて、よまあ、あのー、 首輪みたいなのつけてですね、犬の散歩みたいな感じ、ね、で。ロープに通して、地雷弦に格子状に張ったロープに沿って動くように教えることが最後のステップなんですね。そのま、はい、格子状に張り巡って、その格子状のところのこう移動していって、匂い嗅ぎ分けてみたいな格子状にしてね、そのロープ自体に歩くことを教えないといけないと、いうことなんですね。で、これを訓練終わりました。もう9ヶ月でもうね、もう生まれてすぐに教育されて、で 匂いかぎ分けることができましたでロープ上にあることができましたってなると晴れてですね、えー、戦火に行けるとまいうことなんですねで。えー 前回に行ってですね、その格子のロープを張ってですね、匂い嗅ぎ分けて、えー、火薬の匂いのする地点を見つけたら、こう、引っかくようにして、ここにありますせ、ね、みたいな感じで、人間にその時代処理班の人間に教えると。で、そこで人間の、えー、時代処理班がその印を見つけて、その引っ掻き傷のね、あのー、印見つけて、で、後で掘って、えー、取り出したりとか、あと、まあ 安全なところで爆破させたりということをしてるということなんですね。で、ま、万が一ね、ネズミがこう、地雷を踏んだとしても、まあ、体重が2キロ弱しかありませんから、まあ、地雷はこう反応しなくてですね、まあ、爆破することもないということです。非常に優れたですね、えー、地雷処理班としてですね、えー、このアフリカオニネズミは、 まあ非常にですね、その、えー、地雷除去に、まあ非常に活躍していると、まあいうことなんですね。まこれ非常にね、大きな成果を上げているということでですね、カンボジアでですね、マガワって言われるですね、アフリカオニネズミね、これがもう大活躍してヒーローラッツ、もヒーローラッツオブヒーロー、ヒーローラッツみたいな、 もうもう本当に、うん、もう英雄のネズミの中の英雄みたいな感じであがめられてですね、金メダルね、カンボジア政府から金メダルを授与されたりとかして、非常にあがめられているね、ネズミのいということで、このね、マガはですね、今年かな今年の夏頃にですね、もう亡くなってしまったんですけども、まあ、8年間ね、えーまあ、天井を全うしたということでですね、まあ非常にね、えー、そういったね、ネズミね、確かにこう、あまりいいイメージはないかもしれませんけども、非常に優れた能力を持ってると、この、 嗅覚を利用してですね、地雷除去に活躍してですね、えー、もうヒーローラッツとしてあ,あ崇められていると、まあ、いうことなんでございますね。まあ、ね、根はまあ、格好の、ね、ネズミの生き物ですけども、 あの、ディズニーランドのね、ミッキーマウスもね、ネズミですから、もうあれも、ね、世界中のね、ある意味まあヒーローラッツですよ。うん、ある意味ヒーローラッツですけども、まあ、世界中のね、子供たちに、ね、夢を与えておりますから、大人も含めてね、うんそういったまあネズミもいますけども、このね、アフリカオリネズミ、これでですね、このネズミのおかげで、元気よく子供たちが外で遊べると、まあ、いうことにまあ活躍していると。 ということでございますね。ということでね。も私もなんかヒーローチョボとかなんか言われたいですよね。<laughs> ということで <laughs>。はい。コツコツね、頑張っていかなあかんなということですかね。ということで、今日は、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんもさよなら。バイバイ。